ね、今夜私のアパートでね、私とマッちゃんと船橋さんと3人でコロナ禍ですけど、若菜さんのお祝いをしようと思いますの。それありがとう。来てくださる？うん、喜んで出席するさ。飲める口だと手が張り切るのね、あんた。バカ言え。僕は若菜の成功をどんなに喜んでるか長年待ち。僕は考えるんだけど、偶然の今度のチャンスで若原は本当に幸福になれるかしら。だけど鳩子はとても喜んでる。ダメじゃないの、無断で飛び出したりしちゃう。あ、それからあんたの第1回の吹き込みの打ち合わせ今夜することになったら、そのつもりでね。今夜何時頃から？そうね、だいたい8時頃。そしたら困るな。何や困るの、自分のことじゃないの。でも僕は今夜。何言ってんのよ。あ、もう6時だ。さんは？おやおや、全然意味ないの。今頃はただ鳩子と仲良くしてるだろうと思って、二人でもってグズグズしてたのよ、わざと。汚いのか、けしからんやつだな。きっと忙しいんだわ。でももう来ると思うわ。こんなチャンスめったにないから、シャンパン持っちゃったのよ。まあマキちゃんと二人で電車来ちゃったんだよ。まあそんなこと言うもんじゃないわ。ごちそうだな。ハチちゃん作ったんかい？ねえ、うちに吹っ込みの方の話だけど、何がともあれ、わーっと景気が良くて、おまけにさーっと華やかなものに願いたいね。お願いしますわ。素晴らしい人になるようにね。そして、ガンガンもけて、多分贅沢もできるようにね。要するに、大衆の信条をつかむ。それだけですよ。寝儲けなんか、簡単なもんですよ。おっしゃいました、このアパートに。お邪魔がないお状態ですけど。遅いわね。ねえ、ハトポッポ、本当に若原さん来るって言ったの？遅いな。